こんにちは、サードラです。今回は、クロディア弓をきっかけに弓を使い始める方も多いと思いますので、これさえ知っておけば弓を使いこなせるっていうポイントを7つにまとめてご紹介させていただこうかなと思います。 で、クロディアの装備構成を知りたいという方は、過去にこちらの動画で最新版のクロディア弓のおすすめ構成も紹介していますので、もし装備構成を知りたいという方は、そちらも見ていただけると嬉しいです。じゃあ早速本題に入っていくんですが、まず弓を使う上で押さえておいていただきたい知識の一つ目が、こちらの右上に表示されているセミとフルになります。で、これに関しては一旦フルにしてみるんですが、こちらのフルにすることによって、スマートフォンをこういう風に動かしてジャイロ機能を使うことによって、 この丸い円のところに基本的に弓って射撃をするんですが、この丸い円を好きなところに合わせることができるようになっています。これがフルですね。で、次にセミにするんですが、セミにした場合はどれだけスマホを傾けても、基本的にモンスターの体の中心を捉えるように、自動でこの丸い円がモンスターに合うようになっています。で、これはそれぞれメリットがあるんですが、大前提として基本はこちらのフルがおすすめです。まあ理由としては、 このフルを使うことによって、モンスターの弱点であったり、狙いたい部位を狙うことができます。 こちらのセミの場合はモンスターの中央に基本的にこの白い照準が向いてしまいますので翼が弱点のモンスターとかそういったモンスターの翼を狙うっていうことができなかったりあとは V 破壊を狙いたい V を自分で狙って撃つっていうことができませんなので大前提としてはこのフルがおすすめですねただその代わりこの照準を合わせるっていう作業は自力でやらないといけないのである程度のエイム力は必要になっていきます まあそれに対してこちらのセミっていうのは逆にエイムに自信がない方は勝手にモンスターに矢が当たるようになってくれますので基本的にはフルを使っていただいてセミを使うシーンとしては まず、エイムに自信がなくて、モンスターに矢が当てれない方であったり、まあ、そもそも、ジャイロでモンスターに合わせるのがめんどくさいっていう方ですね。普段狩りで V 破壊とか弱点を意識しなくて、普通に打っていきたいっていう方。あとは、スマホホルダーで固定してプレイする場合や、あと、単純に周りの目が気になって、ジャイロが使えないという環境の場合は、こちらのセミを使うっていうのもありだと思います。僕は、普段の狩りでは倒せればいいっていうスタイルのモンスターに対しては、基本的にセミで戦って、しっかり V 破壊とか弱点を狙っていきたい場合のみ、振るっていう感じで使 分けをしています続きまして2つ目なんですが2つ目は適正距離についてになります弓を使っているとこの画面の真ん中に黄色い円だったり、まあ、こういった白い円が出たりするんですけどもこの円の色っていうのがこの黄色になっている時が適正距離っていうものになりますでこの適正距離内で打った場合がちょっと見てみるんですけどもえこんな感じで107ダメージですね出ているのがわかると思いますで逆にこれが白い状態で打ってみるんですが 白い状態で打つと43ダメージですね。まあ、半分以下のダメージになっているのが分かると思います。なので、基本的にはこの黄色い円で打つのか、この白い円で打つのかっていうので、火力が倍近く変わってくるっていうのは覚えておいていただけるといいかなと思います。で、この適正距離に関しては、基本的にこの近すぎても白くなることがありますし、さらに離れすぎていても白くなることがありますので、まあ、このちょうどいい距離ですね。この黄色い距離っていうのを基本的には意識して立ち回っていく必要があります。 で次に3つ目ですね3つ目はため段階についてのお話になっていきます弓っていうのは基本的にこう長押しをすることでこの白い円のところですね見ていただきたいんですがこんな感じでシュンシュンシュンみたいな感じでこのチャージをすることができますまあ、これがため段階っていうのを上げていく作業になるんですがこれを行うことによって基本的に打てる矢の種類っていうのが変わってきますでこのために関しては最大で123 3までですね、ためが入るんですけども、例えばこちらのディアブロスの弓を見ていただきたくて、このため射撃の項目ですね、っていうのが上から、拡散矢のレベル1、連射矢のレベル2、拡散矢のレベル3、連射矢のレベル4っていうふうになっていると思います。これが先ほどの3回、あの、シュンシュンシュンって溜まっていくやつで段階が上がっていきまして、まず何もためずにタップだけで撃った場合が、一番上の拡散矢のレベル1が撃たれます。 で一回シュンって溜まった状態で打った状態が、連射矢のレベル2が放たれまして、 で、次もう一回シュンシュンって二回溜まって撃つと拡散矢のレベル3で、三回溜めて撃つと一番下が撃たれるっていうのが弓の仕組みになっていまして、注意していただきたいのが、こちらですね、クロディア弓は、溜めを二回した状態と三回した状態の矢ですね。まあ、下二つの矢っていうのが、貫通矢のレベル4で統一されていることがわかると思います。この溜めを二回した場合と三回した場合は、撃つ矢の種類が一緒なんですよね。同じ貫通矢のレベル4を撃ちます。で、モンスターハンターナウに関しては、 してはこのため段階が多いからといってダメージの上昇という恩恵はないので黒ディア弓の場合は2回溜めた場合と3回溜めた場合のダメージは全く一緒になりますなので黒ディア弓でお話をすると2回溜めた場合でも3回溜めた場合でもダメージは一緒になりますのでまあこういった弓ですねまあ現状黒ディア弓になってくるんですけども使う場合は基本的には2回溜めで撃っていくっていうのが一番ダメージを稼げる使い方になっています間違っても最大まで溜めて撃つっていうのは意味がない行動になってしまいますので。 やらなないいいように気をつけけていただければなと思いますここはかなり黒ディア弓を使うのであれば重要ポイントですねでもちろんなんですが黒ディア弓と違ってこういった貯めるごとに矢のレベルが上がっていく弓を使う場合は基本的には最大ですね3回貯めて打っていただくっていうのをやっていただければいいかなと思いますで続きまして4つ目ですね4つ目はチャージステップについてになりますでこのチャージステップっていうのがどういうものかっていうとこの先ほどのためですねこの123って最大まで貯めれるものがあるんですけどもこれは 1>, 1段階以上貯めた状態で回避をするとチャージステップっていうものを出すことができます、まあ、実際にちょっと見ていただくんですがこんな感じで1回貯めて横にフリックすると、まあ、こんな感じで回避をしながらチャージをしてくれますでこれ注意していただきたいのが1回貯まる前にステップしてしまうと、まあ、こんな感じでただのコロリンになってしまいますのでちゃんと1回貯めてから、まあ、こんな感じでねステップするっていう風にしていただくとチャージステップが出せるようになります でこのチャージステップに関してはこの移動している間もため段階を上げてくれますので基本的には自分が打ちたい矢のため段階の1個前でチャージステップを始めるっていうのが基本的な使い方になります。 クロディア弓のの場合は1、2って溜めてめちたいので、この場合は1回貯めてチャージステップで打つってすると2回貯めて打った扱いになりますので、まあ、こういう使い方ですねで通常の弓の場合は3段階貯めて打つっていうことが多いと思いますので12でチャージステップして最大溜めて打つっていうのが 基本的なチャージステップの使い方になります。クロディア弓の場合は1回溜めてチャージステップ打つっていうのが基本のコンボですね。で、このチャージステップのこのステップしてる間の溜まる量ですね。これっていうのはつけている集中のレベルに依存しまして、例えば今これ集中のレベル0なんですが、この状態で1段階溜めてすぐステップしても2段階目が溜まりません。実際にちょっとダメージ見てみるんですけど、まあ、こんな感じで当て,ても80ダメージみたいな溜まってない状態になるんですよね。で、これは 基本的に過去にこちらの動画でご紹介をさせていただいた集中のレベル5構成であれば1回この溜まった瞬間に回避をしても2段階目まで上がってくれるんですけども集中のレベル3以下の場合は基本的に1段階溜めてちょっと待つっていう行動がこんな感じで。 必要にななっててきまますすのでそこだだけけ注意をしいいただければなと思いますで次に5つ目はゴ車についてご説明をさせていただくんですが弓の場合はこう1回メインで打ったあとにもう1回押すことで追撃を出すことができます、まあ、これがゴ車って呼ばれるものになりまして基本的にはこの通常の射撃の後ゴ車っていうのを繰り返して使っていく武器になっています、まあ、スキル構成などによってはゴ車を打たない方が火力が出るっていう場合もあるんですが、まあ、基本的にはほとんどの構成でこのゴ車ですねこの溜め って打ってっ次そのまま追撃を出すっていうのを使うようになっていますこれは1撃目に打った矢ですねに依存して号車の矢の種類も決まりますので例えば黒ディア弓の場合はこれで2段階貯めて貫通矢のレベル4打った後は号車も貫通矢が飛ぶようになっていますで出し方に関してはまあ実際にやっていただくのが分かりやすいとは思うんですけども基本的にこう貯めて 矢を撃ってその後連打しとけば勝手に出てくれますでその後またこんな感じでチャージに入って、まあ、こんな感じでっていうのを繰り返すことができるので弓の基本的な攻撃のやり方っていうのはまず長押ししてチャージで溜まったら打って連打して豪射でまた豪射打ったら溜めて。 で打ってまた号車っていうのを繰り返すのが基本的な使い方になっていきますで次に6つ目ですね6つ目はジャスト回避についてになります弓のジャスト回避っていうのは先ほど3番目にご紹介させていただいたため段階っていうのが2段階上がるようになっていますなので実際にちょっと見ていただくんですがえこの状態でモンスターの攻撃を避けます で、避けると、これで何も溜めていない状態でも2段階溜めている状態と同じ扱いになりますので、まあ、もちろんこのまま射撃をすることもできますし、この状態だと今レティクルですね、まあ照準が白色だと思うんですよ。なので、ここから適正距離に持っていきたいという場合は、ジャスト回避後にタップをして射撃をするのではなくて、長押ししていただくことによって、そのため段階を維持した状態で、そのままチャージステップして距離を保ってこんな感じで撃つみたいな、 こともできますので、ジャスト回避の後は派生としてはタップをしてすぐ射撃をするか、長押しをして溜めを維持してもう一段階上げる、もしくはそこからチャージステップして距離を取るっていう動きができるようになっていますので、まあこれが基本的なジャスト回避の使い方になります。ただ黒弓の場合は基本的にジャスト回避せずに普通に回避して立ち回った方が立ち回りも楽ですし、まあ DPS 的な面でもそこまで溜めなくていい弓なので、 黒弓を使う場合は、ジャスト回避はそんなに狙う必要性というのはないかなと思います。で、最後に7つ目ですね。7つ目は SP スキルについてになるんですが、SP スキルは、竜の一矢といって、まあ、こんな感じで、まあ、めちゃくちゃね、矢を引っ張って、貫通矢を一発撃ってくれます。これに関しては、切断扱いになっていますので、例えば、切断のみでしか切れない尻尾なども、この SP スキルでは切ることができるようになっています。ただ注意していただきたいのが、あくまで貫通矢といって、 モンスターの体を貫通しなながらダメーージをを稼いでいででく矢になりますののモンスターの体を横から通してしまって厚みがないモンスターだと2ヒットとか1ヒットしかしなくてダメージがそんなに出ないとか、まあ、そういった注意点もありますので使う場合はしっかりモンスターの体を長く通せる射線で打っていただくっていうのを意識するとダメージは稼ぎやすいと思いますでこの SP スキルに関しては他の武器の SP スキルと同様で無敵判定になっていますので例えばモンスターの方向をいなすために SP スキルを使ったりとかそういったこと もちろんできるようになっていますであとは黒ディア弓に限った話なんですが黒ディア弓に関してはできれば威力を稼ぐ目的で SP を打つのであれば連撃が発動中にしっかり使ってあげた方がいいので、まあ、そこも意識すると黒弓の場合は SP スキルのダメージはさらに稼ぎやすくなるかなと思います。 そしたら操作説明に関しては、弓を使う上で重要なポイントは7つすべて解説をさせていただきましたので、最後に実践編をお見せしながらお話しできればなと思います。で今回は星9のジュラトロスと星8のジンオウガをソロで討伐しているシーンをお見せしながらお話ししていきます。 でまずジェラトロスですね。でまあ、先ほどご紹介した通り1回貯めてステップして打つ。でこれも1回貯めてステップして打つ。まあ、これの繰り返しですね。まあ、ひたすらこれさえやっとけばまあなんとかなります。でこれで SP は攻撃をいなすのに使ってましてここもまた貯めてステップして打つ。これの繰り返しですね。貯めてステップして打つ。 でこのステップに関してはもちろん前後左右好きな方向に動くことができますので相手の攻撃を避けるのにも使えますしあとは適正距離ですねこの照準が黄色になっていないときは黄色になるように動いて打つっていうのにも使うことはできますでこれで星球のジェラトロスは終わりですね で一応クリアタイムに関しては、まあ、これクロディアの弓が10の5なので、まあ、あれなんですけどタイムは42秒でクリアができていますで次に星8のジンオーガーですねやっていくんですがこれも溜めて後ろに下がって打つで SP が溜まってるんで今回連撃がねもうすぐ発動するので連撃を生かして SP を打ってダメージを稼いでますでこれでまた溜めて距離詰めて打つでジンオーガーが向こうに行っちゃったんでこれはチャージステップで距離を詰めて打つって感じですね、まあ、こんな感じで 基本的には使ってますでチャージステップで距離取って打つ近づいてきたら離れて遠くに行ったらチャージステップで近づくみたいなイメージで使ってもらうといいかなと思いますで攻撃が来た時は横に動くみたいな感じで使うとチャージステップはいいかなって感じですねでこれも近づいてきたんで後ろに逃げて打つでこれも溜めて後ろ下がって打つって感じですねで次近づいて打ってで s p が 溜まってて連撃も発動してるんで、こんな感じで sp を切ってます。まあ、これは方向に合わせたりとか、相手の攻撃に合わせて打つのも全然いいですね。 で、これまたジンオ王ガが遠くに行っちゃったんで、チャージステップで近づいて撃つ。ま、あこれの繰り返しですね。もう溜めて、ステップ、撃つの繰り返ししとけば、星8のジンオ王ガもこんな感じで、討伐することができまして、これ確か10秒残しぐらいだったと思うんですけど、タイムが、そうですね、1分5秒で10秒残しで、星8のジンオ王ガも狩ることができます。で、先ほど見ていただいた2つに関しては、セミで立ち回りをしていますので、もちろんフルで弱点をしっかり狙える方は、もっとタイムを縮めたりとか、楽に討伐をすることもできますし、 エイムに自信がなくて弓遠ざけてるよっていう方もこんな感じでエイムしなくてもセミでこれぐらいで刈ることはできますのでぜひクロディア弓きっかけに弓を使ってみていただければなと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもモンハンナウの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいですバイバイ